どうしたらいかに英語を習得するための学習期間を短くできるのか考えたことありませんか？実際日本人の全員が中学校、高校の6年間を使って英語を勉強しますが、なかなかコミュニケーションを取れるようになったっていう人を見たことがありません。せっかく勉強するならコミュニケーションを取れるようになりたくありませんか？もちろんね、こんな偉そうに言っていますが、僕も大学3年になるくらいまでは英語を全く話すことができませんでした。なので大学4年間かけてなんとかコミュニケーションできるかなっていうところまで行くことができました。なのでこれを聞いた皆さんは、なんだ、やっぱり4年間もかけないといけないのかと思ってしまうかもしれません。でもそれは違うんです。ただ僕が効率のいい勉強方法、正しい勉強方法を知らなかっただけです。ニュージーランドの心理学者でもあり語学学者でもあるクリス・ロンズデール博士っていう人がいるんですね。この方の研究によると、人々はたった6ヶ月で語学を身につけることができると言ってるんですね。もし6ヶ月で英語を習得することができれば単純に楽だし、もしあなたが英会話学校とかに通っているのであれば、単純に月謝の節約にもなるし、あなたが英語を習得して何かに挑戦しようと思っていることにより早く取り掛かれると思います。それって結構素敵なことじゃないですか？ということで、クリス・ロンズデールさんの発表を和訳しました。それを分かりやすく噛み砕いて皆さんにお伝えしたいなと思います。こんな風に英語の学習方法、英語の文法、そして英語のフレーズの解説をしているチャンネルです。今英語頑張っているんだ、もしくは今からちょっと頑張ってみようかなって思っていらっしゃるあなたには、もしかしたら役に立つチャンネルかもしれませんので、よかったらチャンネル登録してみてください。では行きましょう。クリス博士は6ヶ月で誰でも外国語を習得できると言っています。これを聞くと、そんなわけあるかって思ってしまいます。僕も大学の4年間をかけて必死に勉強したたちなので、そんなわけあるかと、ふざけるなと最初は思ってしまいました。でも昔々人々は重い物体が空を飛ぶなんて思ってもみなかったと思います。でもそれは人が鳥から飛ぶ原理を学んで飛行機を今普通に飛ばすことができているんですよね。なので原理を学べば不可能だと思っていることも可能になる可能性があるということですよね。だから言語学習の原理を学べば、たった6ヶ月で誰でも語学を習得することができると博士は言っています。ゾイというオーストラリア人女性がオランダ語を習得するために語学留学に行ったそうなんですね。で、最初は頑張っていたんですが、なかなかうまくいかず、周りからお前は才能ないんだからとか、時間の無駄だからやめときみたいなことを言われたそうなんですね。で、ゾイさんはすごく落ち込んでしまって、でもなんとか頑張ろうと次はブラジルに行ったそうなんですね。で、そのブラジルに行った時には、今から僕がこの動画でお伝えする5つの原則を頭の中に入れていったそうなんですね。そうすると6ヶ月でブラジルの母国語であるポルトガル語を習得することができたんです。なので皆さんに最初に分かっておいていただきたいのが、才能は関係ないということです。重要なのは5つの原則だけです。ではその5つの原則と、この5つの原則に基づく7つの行動、アクションを皆さんに順に説明していきたいなと思います。原則1つ目、あなたが英語を必要な状況を作れているか。道具は使うことで学びますよね。で、道具が必要であればあるほど、その道具の使い方を学べると思います。例えばあなたが包丁の使い方を全く知らなかったとしましょう。そしてあなたがど田舎で一人暮らしすると考えてください。周りには飲食店が全くありません。そうすると自然に自炊するようになって、包丁の使い方を学ぶことになると思います。そうすると包丁の使い方がどん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 上手くなっていくと思うんですね。なのであなたが英語を必要としている環境を作れているかどうかをチェックしましょう。原則2つ目、1日目から英語をコミュニケーションの道具として使う。これは僕の経験からも言えることなんですが、僕大学3年生の時にアメリカ留学に初めて行ったんですね。その時にまだ全然話せなかったので、 I like this とか I play baseball とか、そんくらいのレベルだったんですね。なので僕はもう外国人と絡みまくると、もう日本語は絶対使わないって決めて行ったんですね。なので1日目から拙い英語ですが使っていきました。そうすることによって、だん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 聞けなかった英語も聞き取れるようになったし、言えなかった英語も言えるようになっていきました。つまり言語は使わないと身につかないっていうことですね。原則3つ目、勉強より実際に分かる範囲のコミュニケーションで学んでいった方が効率的。ある研究で生徒を2つのグループに分けました。1つ目のグループは文法ベースに勉強していったグループ、もう1つは分かる範囲のコミュニケーションで学習していったグループ。そして学生たちにリスニング、ライティング、リーディング、文法のテストを受けてもらいました。
すると2つ目のグループ、分かる範囲でのコミュニケーションベースで学習したグループの方が全てのテストで高い成績を取ったんですね。つまり教科書で、あ、なるほどこうやって言うんだっていうより実際のコミュニケーションに使って学んでいった方が頭に定着するっていうことですね。やっぱり実際にコミュニケーションを取ることによって通じたっていう時に喜びを感じることができるんで、この喜びが頭により定着させるんだと思います。原則4つ目、言語学習とは知識の積み重ねではなくてスポーツのトレーニングのようなものだ。いつも学校のテストでいい点を取っている人でもコミュニケーションになるとできないっていう人がやっぱり多いですよね。例えばテニスラケットの振り方っていう本をめっちゃ完璧に理解しても、その人はうまくテニスボールを打ち返せるかどうかっていうとやっぱり多分できないですよね。これと同じで英語のテストがいつも成績いい人でもコミュニケーションになるとできないっていう方がやっぱり多いと思います。なので英語学習は知識の積み重ねではなくて実際のコミュニケーションのトレーニングが必要だということですね。で、リスニングが苦手っていう方いらっしゃいませんか？僕もめちゃくちゃリスニング苦手でした。全く聞き取れませんでした。これはなんでかっていうと、人間の耳っていうのは聞きなじみのある音だけキャッチして、聞きなじみのない音はスルーしてしまうっていうフィルターを持っているんですね。なので耳をトレーニングすることによってこのフィルターをどん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 広げていくっていう作業が必要なんですね。そして聞き取れない単語は理解できないし、理解できない単語は学ぶこともできないですよね。なのでやっぱり耳のトレーニングは必要だということがわかります。スピーキングも同じです。顔には43個の筋肉があるそうなんですが、この43個をうまく組み合わせて発音をしているそうなんですね。英語を話すときに日本語では使わない筋肉もあるそうなので、これを使っていると顔が痛くなったりだるくなったりすると思います。でもそれはあなたが練習できているっていう証拠です。スポーツでいう筋肉痛みたいなもんですね。なのでだるさから逃げずに頑張ってスピーキングのトレーニングもしてみてください。原則5つ目、心理状態も重要だということです。やっぱりリラックスして楽しんで英語を勉強しないといけません。やっぱりイライラしたり落ち込んだりしてしまってはいけないそうです。やっぱり完璧主義で少しでも 100% じゃなかったら前に進めないっていう人だったらうまく英語を習得することができません。僕も結構完璧主義的なところがあるんで、いちいちあれ分かんなかったなって落ち込んでいました。やっぱそういう時はなかなか前に進まない感じがあったので、もう分かったところにだけ注目して、あ、やった、分かった、コミュニケーションを取ることができたっていう感じで前に進んでいきましょう。つまり何が言いたいかっていうと、英語はコミュニケーションを取ることが目的なので、うまい英語を話す必要はないんですね。間違ってても伝わればいいんだっていう気持ちで進めていくことが重要です。では5つ原則を紹介しました。ここからは6ヶ月で英語を習得するために実際にどんなことをすればいいのか、7つのアクションを皆さんにお伝えしていきます。1つ目、たくさん聞くっていうことですね。これはスピードラーニング的な感じなんですが、目的は英語のパターンやリズムをつかむことです。リズム、パターンをつかむためであったらまずは聞きまくるっていうのは僕も効果的だと思います。2つ目、単語の意味がわからなくても相手の言っていることを理解することに努めよう。どうやって単語の意味わからないのに相手の意味をわかろうとするのって思うと思います。僕も最初思いました。でもよく考えると僕たちは表情やこういうジェスチャーで結構コミュニケーションの情報を得ています。なので机の上で勉強して、あ、なるほどこうやって言うんだなっていうより、実際にコミュニケーションをとって、あ、この人こういうこと言いたいんだ、分かったってなった方が、さっきも言いましたが、喜びを感じることができるんで頭に入ってくると思います。3つ目、単語を料理のようにミックスしよう。博士は言語は創造だと言っています。例えば名詞10個、動詞10個、形容詞10個あれば1000パターンの英文が作れます。人参、じゃがいも、玉ねぎがあればカレーでも肉じゃがでもできるように、想像することによっていろんな料理を作れますよね。なので完璧ではなくてもいいので、とりあえず英文を話してみるっていうことがトレーニングにもなると思います。4つ目、頻繁に使われる単語から覚えていきましょう。英語の場合1000語あれば日常会話の 85% をカバーできて、3000語あれば 98% をカバーできると研究で分かっています。なのでコミュニケーションを取りたいんだっていう方は TOEIC や TOEFL の単語帳をガーってやるより、日常会話に特化した単語帳をやった方が効率的だということが分かります。で、日常会話にこれよく使うなっていう単語がたくさん載っている単語帳を見つけましたので、よかったら概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。あと博士は覚えるべき単語フレーズの順番を教えてくれています。4週に分かれていて、1週目は理解できなかった時に使うフレーズです。例えば I don't understand とか What is this とか How do you say 何々とか What does it mean とか、そんなことですね。
やっぱり最初は何にもわからないので、コミュニケーションの取りようがないと思うんですよ。なので、私は理解していませんっていうコミュニケーションを取るべきなんですね。なぜなら、1日目から英語をコミュニケーションの道具として使うべきなので。2週目はとてもシンプルな単語を覚えていきましょう。ちっちゃい子が使うような。例えば、you とか me とか heart とか、そんな単純なのでいいので、もうコミュニケーションをどん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 覚えて取っていきましょう。そして3、4週目は接続語を覚えようと博士は言っています。 and とか so とか but ですね。で、これが言えることによって、今までぶつ切りだった文章がつながることになるので、より複雑なことが言えるようになります。僕も本当にこんな流れでアメリカで過ごして、なんとかコミュニケーションを取れるようになったので、この博士が言ってることは間違いじゃないんじゃないかなと思っています。1つ目、言語親を見つけろです。言語親って何かっていうと、よく小さい子が僕たちには何言ってるかわからないけれども、親だけ理解できるっていうことありませんか？博士は言語学習するときは、そういった言語親みたいな人が必要と言っています。理由は、先ほどリラックスした状態が言語学習には必要だと言いましたよね。言語親はあなたの英語がたとえ下手くそであっても理解しようとしてくれます。なので、なんで伝わらないのっていうイライラがなくなると思いますし、あなたは自信を持って話すことができます。そしてコミュニケーションが取れたっていう、また喜びを感じて頭に定着するっていう、このいいスパイラルが生まれていきます。そして、その言語親を見つけるときに4つのキーポイントがあるよと博士は言っています。1つ目、たとえうまくあなたが話せていなくても理解しようと頑張ってくれる人。2つ目、間違いをいちいち指摘してこない人。3つ目、何を理解したかフィードバックくれる人。例えば、あなたが言ってることってこうだよねってちゃんと聞き返してくれる人。そうすることによって、あ、ちゃんと伝わってるわってなるし、もし伝わってなければもう一回頑張ってチャレンジすることができるので、やっぱりフィードバックっていうのも大切です。そして4つ目、4つ目はあなたが知っている単語を使ってコミュニケーションを取ってくれる人。なので、この4つのポイントを持ったネイティブの友達だったり、英会話学校の先生だったり、もうすでに英語が話せる日本人だったりを見つけて、英語学習のパートナーになってもらいましょう。6つ目、ネイティブの顔の動きを真似しようですね。これは何でやるかっていうと、やっぱり筋肉の使い方を学ぶっていうことですね。やっぱり正しい発音ができないとなかなか通じない時もあるので、で、僕あんまり発音が上手くないので、やっぱりたまに通じない時があります。もし近くに顔真似をするネイティブがいないわっていうことであれば、今だったら YouTube とか洋画を見ることによって顔真似をできると思うので、ね、僕も下手くそなんで一緒に頑張っていきましょう。そして最後、7つ目、1から暗記するなです。僕たちは学校とかで単語を暗記するときに1から暗記しようとしてしまいます。でも、これめっちゃ非効率です。例えば、火イコールファイアっていうことを学ぼうと、何度も単語帳を繰り返したり、何度も書いたりして覚えたりした経験がありませんか？でも、あなたはもともと火というものに対してのイメージを脳のどこかの引き出しにしまっていると思うんですね。例えば、香ばしい匂いだったり、熱いっていうイメージだったり、パチパチ思えるイメージかもしれません。だから、新しい引き出しの中に火イコールファイヤーなんだっていう情報を入れるのではなくて、もともとある火の引き出しに、火は英語で言うとファイヤーなんだっていうことをしまってあげましょう。だから、簡単に言うと、すでに持っている情報と結びつけて覚えるのが心理学的に効率的だよと言っています。で、この暗記方法は慣れれば慣れるほど上手くなっていると言われているので、騙されたと思ってやってみてください。はい、では今日のおさらいをしましょう。6ヶ月で言語を習得するための5つの原則がありました。1つ目は、その言語とあなたの関係性に注目しましょう。あなたがその言語を必要とする状況を作れているか。2つ目は、1日目から英語をコミュニケーションの道具として使うこと。3つ目は、勉強よりメッセージを理解できた時の方が頭に定着しやすい。4つ目は、言語学習とは知識を積み重ねることではなくて、スポーツのトレーニングのようなものだ。5つ目は特に大事で、楽しくリラックスしていきましょう。間違っても伝わればいいんだっていう気持ちが大切です。そして、今言った5つの原則に対してどんな行動をとっていけば、6ヶ月で言語を習得することができるのか、7つのアクションを紹介しました。1つ目、理解できるかは気にせずにとにかく聞きまくる。それはリズムとパターンをつかむためです。2つ目、単語の意味がわからなくてもとにかく相手の言っていることを理解することを意識しましょう。3つ目、単語を料理のようにミックス、恐れずどんどん単語を組み合わせて表現をしていきましょう。4つ目、頻繁に使われる単語から覚えよう。特にこれはどういう意味ですかというタイプの表現から覚えましょう。5つ目、言語親を見つけよう。優しくあなたと英会話してくれる人を見つけていきましょう。6つ目、ネイティブの顔真似をしよう。これもスポーツでいうトレーニングですね。で、最後7つ目、
一から暗記するな。元からある記憶の引き出しを使っていきましょう。はい、以上です。たまにネットとかで1週間、1ヶ月で英語を習得しましたみたいな記事がありますが、このクリス・ロンズデール博士が言っている6ヶ月で誰でも英語を習得することができるっていうのは理由もちゃんとしているので、現実的だと僕は思います。ここまで動画を見てくださったあなたはとてもチャレンジャーで、英語で自分の世界を広げようという真面目な方だと思います。なので、もし今からちょっと英語頑張ってみようかなっていう方は、この5つの原則と7つのアクションを意識して頑張ってみてください。僕もまだまだだなと思うところがあるので、一緒に頑張っていきましょう。では、See ya!